してからの方が良かったです。あ、うん、これはどうぞ。あのウィンバックを日向に置かないんですけど、なるべく影なことを探していただいて、いいよ、次に上がるんで。あ、はい、よし、はい、前がパンチ上田選手3本。これは重たいぞ。5,960。はい、高くないのがありましたね。上がってないのが、いや、全然順番まで。ごち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 、ごちごちごち、入れてもらって。はい、エバーグリーン下のプロどうぞ。3本。はい、下さんもなかなか5キロ超えました。5,260。はい、はい、お名前は。はい、松中選手3本です。これもなかなかのウエイト、6キロ超えました。6,290やね。はい、6,290。はい、ここまで。元気ですね、バスは。はい、5,380。はい、写真どうぞ。写真一時やってた時間決まったろ。岩部慎吾の中村選手、時間来た時にあの出川の2発で2位取ったやん。測ります。加藤さんにもう時間やし来るわとか言ってたら、キョン5,010。毎日だもん、はい、写真どうぞ。はい、3本です。今うちおるけど、釣ったら今日でおそらく写真です。もんなスピード落とすし大丈夫やし、撮る時は。はい、3本です。5,010。はい、一緒一緒。はい、これね、ラッキーですよ、これね。国がね、いいっすね、これ。はい、どうぞ。おお、はい、それ上手も最後の最後に1,800で助かるやつ、5キロ超えたかな、うん、もうほんま帰ろうか、言うときや。うまいなぁ、超えなかった、4,700。はい、写真でもな、20分以上は、はい、うん、で台風で濁りで一気に上がるなって思って、はい、で濁り取れてからかな、サイズがちょっと下がってんけど、まだ50前後でお客さんも もらえてて、ほんなん雨がぶつかってきたんや。ぐらいからちょっとサイズがまた戻ってくる。終わったかな。終わりましたね、ダモン。もういないでしょ。おそらくいないと思います。早っ。早やればできるんや。やればできますね。暑すぎますね。もううだるような暑さですけどね。むちゃくちゃ釣れてますね、ビアコ。釣ってきてるね、みんな。すごいですね。本当にね、ウイドの中が釣れてるんでしょうかね。暑くても全然釣れますわ。だけど、ハトさん、暑すぎて、この味が全然感じんわ、もう。あの甘い蜜やとかいう感じがせえへんで。表彰式を始めます。表彰式を始めます。暑いので、手短にちょっと済ませていきたいと思います。暑い中お疲れ様でした。皆さん無事にとりあえず帰ってこられてホッとしてます。熱中症の方いらっしゃいませんか？大丈夫ですか？危ない方いらっしゃったら、手を挙げてください。大丈夫ですか？はい、では、もうあの端折っていきますね。第5位です。ウエイト 5,260g、 エバーグリーン下野君です。おめでとうございます。続きまして第4位です。ウエイト 5,380g、 林選手、おめでとうございます。続きまして第3位です。ウエイト 5,960g、 台はパンチ上田選手です。おめでとうございます。
第2位です。ウエイト 6070g 竹原選手、おめでとうございます。はい、続きまして優勝です。 NBC チャプター京都第、3戦フェイトフレッツカップ優勝は、6290を釣られました松中選手です。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、おはようございます。はい、ではインタビューを始めていきたいと思います。第5位、エバーグリーン下野プロウエイトが、5260、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いけますか。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。すごいラッキーです。場所は、ガイドバーの木の浜です。木の浜の4号機の、3.9 ぐらいですかね。で、もう台風11号前から、やってたんですけど、その頃はね、あそこ一定だけでやれてたんですけど、もうこの何日間もう全然ダメですよね。今日4、50って言いましたよね。ね、いつもね、シザーコムでキャロってるんですけど、エゴと使えないんで、今日はオーバーアームを、ピッチショット、スピニングのピッチショットで脇にかけて、それでヘコヘコやってる。だからよう釣れたなと思うとね、もうずっとムアを疑いながらやってたんで、ただただラッキーです。もう一発ええ感じのやつが来てたんでね、それが下の1キロのやつと変わってたらなっていういつものタラ話です。でもすごい嬉しいです。ワームを全然信じられんとやってたんで、はい。皆さんは下野さんお立ち会いになれたら嬉しいですよね。ね、おめでとうございました。ありがとうございます。拍手お願いします。はい、続きましてインタビューしていきます。第4位、林選手おめでとうございます。ウエイト5380、釣った場所ルアーパターンコーお願いします。釣った場所というか、朝一下野さんにアドバイスいただいて、沖の魚1と11でしたね。1と11に回ってくるということで、8時から9時まではちょっと様子見ということで、9時と11時だけ、暑いんで頑張ろうと思って、朝一おろしもの動画の方入ったんですけど、9時までやっぱりノーバイトで、これはちょっと重心近い方が、チャンネル近い方がいいんじゃないかなっていうことで、おろしものチャンネルに近くまで、ちょっと9時に来ました。で、ハンプの上で、定期的やって、2つ目で 1500g が来まして、そのパターンかなと思ったんですけど、それやり続けて、10時まで、9時から10時までの間に、4キロくらい、そのパターンで、拾ったんですけど、それから当たり子思いなんで、ブレイクの下、6メーターぐらいですね。6メーターぐらいをちょこちょこ、ダイショットでやってましたら、1400、1500っていうのが、ポロポロ取れてって、最後、11時ぐらいですね。11時ぐらいまででそのバイトが終わって、あとは目が光りまして、完成するっていうことです。こんな感じです。はい、ありがとうございます。4位の林選手でした。拍手をお願いします。第3位、ダイワパンチ上田選手、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。もちろんパンチですよね。そうです。はい、今日は全てパンチです。はい、場所がですね、赤縫一文字沖の、はい、コカナダモのウィードマット、はい、9畳ぐらいあるサイズですね。そこと赤縫のシャローのひしもをメインでやってまして、昨日がね、ひしも良かったんですけど、今日がバイトあっても全く乗らず、そこからもう沖のマットで、結構あるんで、1キロ以上はあるんですけど、そこ流してみたり、いろいろやって、何遍か流して、はい、釣りました。タックルは？タックルはですね、ルアー、シンカーがですね、スカパンシンカーの 2.5 オンス、1.5 オンス、1.25、はい、はい、それ3種類用意してですね、もうかなりウィードが濃いんで、2.5 が結構メインなんですけど、
あんまりね、太ももと食わないんですよ。バイトが乗らないんで、まあ、あのファーミングで速度落としてみたり、薄いとこはもう 1.5 で、なのでそれももっと速度落としてホーリングして、これ8バイト中5匹かな、それからの。で、このウェイトになりました。はい、ありがとうございます。なんか得意なね、今日、ここ今年はシーズンですよね。いや、ウィードがたくさんあって。でもね、私より、はい、結構いたんですけど、はいはい、皆さん釣ってるんですよ。はい。パンチで、はい、はい。でもね、人が入ってるからやらないっていうんじゃなくて、本当にね、そのバスのテリトリーにドア落とすかどうかで、はい、釣ってくるんで、うん、その子が前、さっき、ね、先行者がどれあたりに蹴ったって見て、違うとこを釣ったらね、はい、際から2メーター打ってたら3メーター、4メーター打つとか。なるほど。はい。はい、バイトは得られます。はい。パンチの先生ですね、本当にね。違いますよ。はい。いえいえいえ、ありがとうございます。では、今年の活躍にさらに期待しましょう。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。第2位、6070g、竹原選手です。はい。僕も朝、島田さん、9時、11時。聞いてたんで、長野さんばっかりですね。それまで時間潰そうと思って、からく、まあ、東大を見てちょっとエビモンでしょ、で、30ぐらいの1匹だけ取れて、はい、まあ、時間来たんで、あの僕もだいぶ前から見て、去年ぐらいからずっと、俳優のやつやってるんですけど、もう場所は場所は、観測の周辺ですね。あ、深いところですか、じゃあ。そうですね。はい。厚みから監督の並びですね。うん、並び、ウィード、水深何メートルぐらいですか。4ぐらいで、ウィードトップが2メーターぐらいで。の上まで浮かしてるから。そこは僕だから。中で。ジカリで。はい。ウィードの中でずっとして。キャロみたいなんで上突っ張りとかするんだけど、そこは全然ダメだったんですよ。ほんで、お時間も過ぎてしまったんで、11時までようまたんなと思って、最近ずっとボケてるんで。たまらず残してた、おろし物、エビモン、で、そしたら、エビモンはダメだったんですけど、はい、ちょっと、まあ、自分なりにちょっと程よいマットがあって、程よい、ドームみたいなのがあって、一回打ってみたら、40ぐらいのがすぐ出たんで、あ、もうこれしかないんかなと思ってやってたら、結構2時間の間に、はい、8倍があって。では、使われたタックル、お願いします。今日はジカリブですね。もう一番短い。ジカリブ。はい。ワームは？ワームはメインが、はい、バイズ？バイズ？あ、出た！フェイドブレスさん。ミニ階段に。あ、これバイズシリップの？バイズシリップ。聞いてよかった。違うの出てきた。どうしようかと思ってドキドキしました。はい。2連覇で切れた色が2個しか残ってなくて。はい。車内があるので真っ黒に変えたら、はい、一番でかい作れて、はい、で、まあまあそんなに、まあ、ビルバスを通ってそれだけです。で、あとはもう12頃からバンも特化となって今からは今切るのが長い。欲しかったですね。もう一歩、ね、次戦頑張ってください。竹原選手でした。拍手をよろしくお願いします。はい、堂々の優勝です。6290g、松中選手、おめでとうございます。どこで釣られましたか？おろしもです。おろしも、水深はどれぐらいですか？10メートルの深っ。10メートルの中にある3メートル。なんて半歩です。あ、なるほど。ウィードですか？エリモです。はい。中ですか？中と外です。はい。リグは何ですか？OSP さん。ドライブスプリント。はい。はい、今日は冠スポンサーどこか分かっておられますね。ベインも使いました。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ごめんなさい、僕喋りすぎなんで好きなこと言ってください。どうぞ。いやいや、かなり調子が悪くて今年、水がクリアでサイトの時期は長く続くし、やっと沖がいいなと思った台風一発来るし、ようやく先週放水が止まってからようやく普通に自分の釣りができるようになりまして、今日も見る魚ほとんど50から60で、かけた魚も50以上4本はかけました。そのうち1本しか取れなかったんですけど、まあなんて言いますかね、かなり手応えがあるというか、多分今から行ってもなんとかなるような
感じがするぐらい手応えがありましたけど、ただ上にしてたら5キロも6キロもいっぱいいるって聞いたんで、まあ欠点はないだろうなというふうに思ったんですけど、まあラッキーです。1本だけいいのが取れただけで、それを前回の試合でちょっとゼットさせてしまったので、今回は氷持ち込んで、いろいろケアしながら、大事に魚持って帰ってきたらこういう結果になって、よかったと思います。ケアはどういうふうにされたんですか？氷入れて、あ、やっぱりコンビニで買ってきた氷入れて、氷入れて、あのエアポンプ入れて、あと時々蓋開けて、まあ、あげますと。はい。まあまあ普通のことなんですけどね。なかなかできてない方も多いんで、夏は皆さんご注意の方よろしくお願いします。他に言いたいことないですか？はい。また、全然成績が追いついてないんで、また次も8月でしたよね。はい。それがあるんで、頑張りたいと思います。はいはい、ありがとうございます。優勝、松中選手でした。拍手お願いします。では、優勝の方から商品。まず、優勝の方には、ポパイメカニックバッテリー。これ、あの、実物はお店の方でありますので、新しいバッテリーなので、よろしくお願いします。はい。それから商品の方、一つ選んでください。よっしゃ、来たバケだった。よっしゃ、取った。